ドタバタマイクラ始まるよ。今回はついに海底神殿の攻略をするみたい。しかも攻略に向けて何か秘策があるらしい。ってなんか降ってきてる。果たして大丈夫なのだろうか？どうも皆さんこんにちは。狂人 M のムアデアです。海は広いな、大きいな。ベニカちゃんだよ。よろぴこ。マハもいるぜー。というわけで、ドタバタマイクラ第12弾だよー。で、今いるここはどこなの？ここは海底神殿の真上だぜ。今回は海底神殿の楽々攻略法をみんなに教えちゃうぜ。てか海底神殿なんていつの間に見つけたんだよ。私がブラマイしてたら海底神殿の呪いにかかってね。海底神殿の呪い？まあそれも後に詳しく話すんだけど、そのブラマイしてた座標のところをマサがコピーワールドでクリエで飛び回ってたら見つけたんだよね。というわけで拠点から見てどこら辺に海底神殿があるか取ってきました。ここは拠点島の釣り堀の場所です。この作ったはいいが使われてない釣り堀の場所か。ここからでかい氷の場所をぐるっと回って前に進むと、はい、海底神殿見っけ。見っけとか超懐かしいんだが。ということで海底神殿を攻略してくんだけど、一筋縄ではいかないんだよな。どういうこと？まず一番厄介なのは水中にあるってことだね。水中呼吸とか暗視とかないときついよな。でも今回はポーションを使わないんだよね。もちろん。じゃあどうやって？水抜きしますとか？ベニカさん、さすがの私たちもそこまでバカじゃねえのよ。今回は楽々攻略するんだぜ。どうするの固めてないで早教えろよ。今回はこの、コンジットを使ってくぜ。コンジット？さあここで始まりますマサクッキング。今回はコンジットを作っていくんだぜ。材料は歴史ゾンビがドロップするオウムガイモから、そしてパート1で俺が奇跡的に手に入れた海の中心だぜ。これチュッパチャプスじゃなかったの？マイクラにチュッパチャプスはねえよアホ。これだから鳥族墨は。おい、イカ墨を読み間違えたやつだすな。まだくんのバカがバレるわね。しかも鳥じゃなくてカラスな。話戻すけど、コンギットは海の中心をオウムガイモからで囲うとできるんだぜ。なんかテストある？多分沈没船で手に入る。宝の地図がないといけないやつたまたま見つけちゃったみたいね。なんとないや発見。めちゃくちゃいいのあるじゃねえか。ほんとなったら沈没船探せば手に入るんだぜ。じゃあポーションとかの方が楽なんじゃないの？いいや、コンギットの効果を見ればすぐにその凄さを実感できるぜ。ただコンギットを起動するには条件があるんだぜ。コンギットは海底神殿素材のプリズマリン、プリズマリンレンガ、ナークプリズマリン、シーランタン、これらのブロックでフレームを作って囲わないといけないんだぜ。よく見るのはこんな感じだけど、現段階ではこんな感じで囲ってくよ。加工だけなら簡単ね。素材は海底神殿から取れるんだし。ただちょっとだけめんどくさいんだよな。どういうこと？その厄介なやつこそが海底神殿の呪いだよ。これを見てくれよ。うわぁ、掘るのがなんか遅くなってる。海底神殿に近づくと採掘速度が低下するんだ。海底神殿のボスを倒すか神殿から離れて時間経過しないと治らないんだぜ。牛乳も飲んでみたけどすぐに呪いかかってダメだったよ。うわぁ、なになに？今のがその呪いだぜ。これはマギ精神耐久試験だな。ナイアツルハシの効率いいやつとか持ってくのも悪くないと思うぜ。これであと1個目。楽々じゃないじゃん。ただこれが一番早くて安全なんだよね。それにコンギットはポーションよりいいんだぜ。まあ理由は起動すればわかる。その起動のために全力ホリホリタイムなぁ。多動症の血が騒ぐぜ。いや騒いじゃダメだろ。ドタバタマイクラ。ブロックは海上から届く範囲も取れば十分なはずだぜ。歴史ゾンビやガーディアンに攻撃される心配もないってことな。今回の攻略法は安全性も高いってわけね。そういうことだぜ。ムアデアも見てねえで働け。動画編集なうですー。働けよニート。コンギットは設置したから周りを囲ってくれ。この周りを囲えばいいんだね。お互い力合わせて掘ります。ぬおうかってー。あんたらが頑張ってる絵流されても暇なんだけど。うお、あともうちょいだー。静かに掘ってください。うるさいです。でもこの作業だんだん眠くなってくる。おいてが滑ったら、あ、
食らうせどアフトグイフジコルプ。うわあ、もう無理ー。ここぞとばかりに多動してんじゃねえよ。さあ、ついにコンギット起動させるぞ。来た。おお、なんかかっけえ。これでとある効果がつくようになったよ。ほんとだ、コンギットパワーって書いてある。具体的にはどんな効果があるの？見てもらうとわかるんだけど、今海中にいるよね。それなのに酸素ゲージがないんだよ。いつも食料ゲージの下にあるはずなのに。つまり一つ目の効果は水中呼吸だね。一つ目ってことはまだあるのね。見てよベニカさん、この視界を。確かに海中なのにすごい透き通った視界ね。これが二つ目の効果暗視だね。そしてもう一つわかりにくいけど採掘速度の上昇もあるね。なるほど、コンジット一つでこんなに効果があるのか。ポーションを何個も作るよりずっと楽でしょ。雨が降っていれば陸上でも効果あるらしいね。コンジットは水中作業にもってこいだね。さあ、これで攻略の準備は整ったよ。まさ今日はこの辺にしとくか。ああ、そうだな。一旦海底神殿の攻略法を説明しよう。海底神殿ってどうすれば攻略できるの？というわけで海底神殿ツアー始めますよ。中はどんな感じになってるんだ？まずこの海みたいな敵がうじゃうじゃいるじゃろ。これがガーディアンだよ。ビーム攻撃してくる厄介なやつね。でもこれを倒すのが真の目的ってわけじゃないんだ。さあ入り口から入ってくよ。中は広い空間ってわけでもない？そういう空間はないんだけどね。すごい道が入り組んでいるんだ。わあ、なんか迷路みたい。もちろん神殿の中にもガーディアンはいるよ。そしてこの迷路のような道を進んで、この海底神殿のボスを倒さないといけないんだ。海底神殿のボス？そう、そいつこそがこの、エルダーガーディアン。うわあ、普通のガーディアンの3倍くらいでかい。こいつがなんと3体いるんだよ。3体？この迷路のような場所から3体ものエルダーガーディアンを倒さないといけないんだ。最低でも水中呼吸をつけることをおすすめするよ。だったら亀の甲羅とかあったんじゃ。暗視がないと見えにくいし亀を集めてなかったからね。コンジットはその点コスパがいいんだ。てかさっきからマサがいないんだけど？あれ？一方その頃マサは、さーて海底神殿どんなもんか見てくるか。いやーコンジットはやっぱ優秀だなー。ほらガーディアンなんて俺の敵じゃねえ。なんか当たってねえな。よし倒したぜ。これエルダーガーディアンもいけんじゃね。マサ水中潜ってから帰ってこないな。なんかメッセージが。最後一匹の子な。あのマサさん。どうした？何か勝手に一人で攻略してるんですか？動画的に二人で行くという。ああそれもそうだな。しかも倒したところ取れてないじゃない。まあ最後一体を一緒に倒せばいいんじゃないか。これぞ自由奔放のマサ。マダ君といいマサといい強人ね。気を取り直して我々も突撃だよ。エルダーガーディアンの最後一匹を倒せばいいのね。ただなかなか見つからねえんだよな。目の前にガーディアンだ。おやおや、ガーディアンは敵じゃないわね。これも水中呼吸のおかげだよ。なんか上でおひれだけ見えてるぞ。ここから掘ればいけるかも。ただ呪いのせいで採掘速度が遅い。このネームタブは？マサが場所を見つけたんだ。早く駆けつけないと。見つけたぜ最後の一匹。こんなやつ俺の手にかかれば余裕だぜ。さあ覚悟しろ。マサ今行くからちょっと待ってくれ。クソ奥に逃げ込みやがって。逃げてもいいことないぞ。待っててくれ。お願いだから一人で倒すなんてこと。よっしゃー倒したぜ。やっぱり間に合わなかったか。私も戦いたかったのに。マダ君のニート魂のせいでもあるわよ。これムアデアとマサのドタバタマイクラなんですよ。いやーなんでベニカいるんだよ。ツッコミ誰がやるんだよ変態集団。できれば動画的に待ってて欲しかったです。待ってたらやられてたよ。見つけたぜ最後の一匹。こんなやつ俺の手にかかれば余裕だぜ。さあ覚悟しろ。クソ奥に逃げ込みやがって。逃げてもいいことないぞ。完全にマサから追い回しとるじゃないか。ムアデアが遅いのが悪い。そうね、マダ君がニートなのが悪い。あんまりだドタバタマイクラ。海底神殿にはお土産もいっぱいあるよ。このプリズマリンレンガで囲われたところを掘ってみると、
金のブロックが出てくるんだ。おお、宝の山だね。海底神殿によってはスポンジ部屋があったりするんだけどね。ここにはなかったよ。でもスポンジは手に入ったぜ。ブラマイ城と海底神殿を鉄道で繋げたぜ。奇跡的にブラマイしてた道が海底神殿の下だったのよね。駅の名前は中央拠点地下駅だぜ。それじゃあ出発。ここはマグマなまり駅だぜ。ここで燃料となるマグマを補給することができるよ。石炭よりもコスパがいいからマグマはおすすめだよ。そして実はこの鉄道の先にガーディアントラップを作ったんだぜ。ガーディアントラップ？ガーディアンの落下式トラップなんだぜ。作るのに手こずったので製作過程はカットするがな。さあ着いたぜガーディアントラップ駅。このトラップかなり有能だよ。トラップはこんな感じで落下したらホッパーで回収してこのチェストに入る仕組みだぜ。海底神殿素材のかけらとか魚とか、あとはその他モブのドロップが回収できたりするぜ。そんでここを上に上がるとトラップ待機所だぜ。ここにいないとガーディアンが湧かないからな。おお、ガーディアンが降ってるよ。こんな感じでガーディアンが降ってくる仕組みになってるぜ。これで海底神殿素材の建築とかできるようになるね。というわけで今日の動画は以上だよ。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。海底神殿攻略楽しかったなぁ。私何もできなかった。さすがなんや、ボルボルシーぜ。無駄にはもったいないわね。ところでベニカさん、このダイヤ装備がどれくらいすごいのか気になりませんか？確かに気になるけど、答えはやってみなくちゃわからない。大科学実験、おいやめれ。というわけで今回は爆発耐性のダイヤレギンスでクリーパーの爆破にどれだけ耐えられるのか検証してみよう。かなり命がけの検証ですな。体力がすでに削られていますが問題ない。実行だ。さあクリーパーよ、思う存分爆破せよ。あそこに棒立ちのバカがいるぜ。うわぁ、これ大丈夫なの？うおぉ、危ねぇ。まあこれで耐久性がすごいことがわかったかな。でもこれ裸でどんくらい削れるかもやんないとわかんなくないか。それは遠慮しときます。おい、ちゃんと対象実験しろよ。本当に言っちゃうからやめてください。